まあ、一言で言うとカエルの成長物語って、まあ、アマガエル子供の頃はあんまり、色が変わるのがうまくないんだけども大きくなるにつれて、体の色ですねちょっとずつ変わっていくこれは何のために色が変わるかというと天敵の鳥ですとか、そういったものから身を守るために周りの色と同化するということで生き残る可能性を高くしていくこれがうまくいかないと、まあ、死んでしまったり、まあ、または、まあ、色が変わっても死んじゃうやつもいるわけです、まあ、安全に、暮らしている野生生物というのはほとんどいないわけですねで僕らはどちらかというと比較的安全な中で子供から大人になってきますけども野生生物というのはいつも死ぬということの隣にありますそして、まあ、成長していきますこの絵本の中では最後に、またこれも続きをして遊ぼうよというふうになりますけれども、まあ、その終わり方で、ね、良いのかどうかというのは実は私もちょっと大丈夫かなと思っていますこの次の作品で色が変わるというのはどういうことなのかまた成長というのはどういうことなのかというのをもう少し詳しく書けたらいいなっていうふうに思っております。そうですね。私はカエルを飼って10年くらいなんですけど、飼っている時に見つけた笑っているような瞬間とか悲しんでいるような瞬間を書いてみました。で、悲しんでるとこっていうのは実はカエルって爆睡する時とかそういう時に瞬目っていうのを浴びるんですけどこれを浴びた瞬間が本当に悲しそうな切なそうな寝てるんですけど見えるのでここのシーンはお気に入りですあと笑っているところとか草を飲み込む瞬間パクッと口を開けたところとかで本当笑ってるように見えてこうやって飼っている時にいいなと思う瞬間をいつもスケッチしていてそれが自然に見えるようにアマガエルが描きました思いもかけないポーズをするんで指先、足先で喜びとか表現しているように、はい、もっと自由に描けるようになりたいです次回作もね、お楽しみにしてください。